そうですね。今日の歴史の授業はね、本田忠和から行きましょうかね。何年に生まれたんだろうな。1548年なんね。長生きね、しててね。まあ、会員もそこそこ行ってて、お父さんが本田忠孝っていう人だね。知らなかったね。ちょっと掘り下げんでいかんのかな。忠豊もいるんだね。忠豊おじいさんだ。待って、この上にもおるの？ここいないよね。それ以上わかんないよね。松平のね、家臣でね。忠豊から行かないといけないんだよね、そうするとね。松平一族、積まれてんだよ。1526年。生誕が不詳で死んだの、亡くなったのが26年ね。あれ？どういうこと？違うよね。49年だよね。生誕がってことか。大同閣が亡くなってるね。んで。町では清安忠広忠、松平信孝で、織田割りの織田信秀が三河に侵入したと鎮魂したけど、今川の大元節斎と広忠は安土坂にて迎撃したんだね。安土坂か。これが安土坂の戦いなんだよね。まずこっからなんだよね。やっぱりじゃあ歴史がね、戦ってるのし、まだ生まれちっちゃい頃だと思うけどね。例えばなんかいろいろあって安城も関わって、ということがあって西蔵前で生まれてるんだね。岡崎市のね。四天王になるんだよね。どんどんいろいろ攻めてってね。朝倉、姉川の戦い、短期がけを観光して真壁と一騎打ちでやったんだね。びっくりだね。それ知らんかったな。それすごいな。三方ヶ原ね。山形正狩戦ってあるんだね。
長篠城守って長篠の戦いで、ね、有名な戦いばっかりなんだよね。やばいよね、この人ね。だからね、相当すごいんじゃないかな。自我超えにも関わってんだね。長くても、小牧長久手の戦いとかね。豊臣みたいに徳川になってる。また竜泉寺が短期でね。燃え払って豊臣側をね。関ヶ原では、まあ、岐阜攻めとかやったのか。ちょっとこの辺がごちゃごちゃしてるよくわかんないな。ここね、ごちゃごちゃしてよくわかんねえな、関ヶ原は。まあ、トンボ切りだね。思ってたんだよね、こういうやりをね。全然傷つかない。本当かな、これ。傷つつ終わらない。相当無敵だよね。三木谷会長は子孫だったんだ。知らんかったな。中根。鈴木です。まあすごいね。最強かな、こりゃ。